作るの柳井光陽です。ケネプロが終わって初めて高校を知って、こう全体画面で安心したそのこもあり、初日があってドキドキしています。本番10公演、走っていきたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。ジャストグルーの今井亮です。セブンという作品で、最初は、不安もあったんですけど、今までやってきたことを信じて、本番まで残り少ない時間ですけど、最後まであがき続けてお客様にいいものが届けられるよう精一杯頑張りたいと思います。僕基本一発出たら緊張しないんですけど、なんかこの作品はずっと緊張しっぱなしで、なんでなのか分かんないんですけど、とりあえず千秋楽までの目標が、僕は顔がこれなのでちょっと弱そうに見えると思って肩パッドが入ってるんですけどその肩パッドに頼らなくてもいいような男になるように精一杯10公演頑張りたいと思います。はい、サミアクルシュンです。本当にもうあっという間の1ヶ月間だったんですけど、その中で本当にこうみんなで一緒に、作り上げてきた、この作品に本当にすごい愛情もありますし、あとはこう来て、いただくお客様にですね、この作品を愛してもらえるように、楽しんでもらえるように、僕たちも精一杯、全力で挑みたいと思いますので、もうとにかくもう世界一のミュージカルだって皆さん記事に書いてください。頑張りますので、よろしくお願いします。グニョン役の佐木正人です。そうですね、僕も稽古が始まってから顔合わせの時はすごく緊張したんですけど、本当にあっという間だった気がします。お話自体は本当にすごく、ね、重たい話なんですけれども、錦織さんの演出で笑いが入っていたりとか、あとダンスとか歌とかですごい極上のエンターテインメントになっていると思います。このメンバーだからこそできたブリーフセブンがあると思います。それを今日から初日ですが、千秋楽まで皆さんぜひぜひ見に来ていただいて、最高だったなと思っていただけるように僕らも精一杯頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、河合役加藤亮介です。本日ありがとうございます。本当になんかもういよいよだなっていう感じがしてて、本当に会議も言ってましたけど、ずっと緊張感のある舞台上というかそういう雰囲気なので、いい緊張感を持って、そしてみんなでしっかりつないで、ラストまでいければいいなと思っております。最後まで皆さん応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。本当に、豪華で素敵な、スタッフ陣というか、脚本だったり原作だったり演出だったり音楽だったり、そんな、スタッフさんが集合してくれたこのグリークセブンの中でですね、ここから約10公演、そのスタッフさんに恥じないパフォーマンスをですね、10公演しっかり届けれるようにですね、キャスト一同、頑張っていこうと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、カブラキ龍役を演じますカルムと申します。はい、今日は本当に来ていただいて本当にありがとうございました。この中で一人だけ違うのはやっぱり国籍で、まあ、その言葉のことでちょっといろいろ僕なりに、まあ、大変なこともあったし、でも西鳥さんも含めていろんな皆様から手伝いもらいつつ、今回こういう素敵なミュージカルに出演することができてとても嬉しいし、まあ、今までいろんな舞台やミュージカルやってきましたけど、一番なんかこう安定できるっていうか、結構かなり稽古も長かったしきちんとやったので、本当に今まで僕がやってきた作品の中で一番自信のあるそういう作品になりそうだし、本当にまあいろんな意味で本当に胸いっぱいで、これから今日からのスタートになりますけど、これからたくさんの皆さん、お客さんに早くいっぱい見せたいなっていう、はい、そういう気持ちです。本当にもうこれからも頑張って、もっといい素敵な作品になりますように、みんなで力を合わせて頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。